Good afternoon. My name is Gaiety Iwasawa. It's such a pleasure to be here to share my visions for education as an educator, and particularly education for early learning. I have worked extensively with children providing bilingual education. And with an international perspective and a curriculum. And today, I would like to speak to you all using both languages, in Japanese and English. Quality. 教育、早い時期の教育。とっても大切です。子どもが早い時期に教育を、子どもたちに教育を与えることが最高のギフトになると信じています。A gift for a child.And the foundation. その子どもの将来の学びについて、その子どもの将来に対して学ぶことに対しての基盤を作りましょうってよく聞きますが、それだけではないんです。一人の子どもが自分の子どもだけが得する、それでもないんです。それ以上のことがあります。子どもが大人になったときに、人と関わります。人のためにその自分が持っている力を発揮することがいい社会になっていくのではないでしょうかと私は信じています。もちろん皆さん普段からそのようなことを考えているでしょう。では、どのように自信のある子どもたちになるのでしょうか。自信のある子ども、学びに対して大好きだ、好きなんだ、もっと学ぼう、楽しいんだ、学ぶことって楽しいんだ、そういう気持ちを持つ子ども、自分が学んだことを応用できる子ども、自分が学んだことをもっとより深く考えてみようって、仲間増やそう。どう?こう考えてるけど、君どう思う?シェアリングできる子供。それから、チョイスはいっぱいあるんだって、自分で選択できるんだよって信じる子供。で、それを決断できる子供。問題解決できる子供。それは自信の子供、自信になる子供と言えるのではないでしょうか。そこにどのような環境が必要になってくるのでしょうか。I need my pictures. はい、このような環境です。周りに大人がいません。自分でコツコツと研究しています。考えています。この瓶の中にどのようにこの形が入るのか。ここに大人が入ると余計なことを言ってしまうんです。こうやってやるんだよ。ああやってやるんだよ。大人はもう練習してきましたが、子供は今から練習するんです。今から自分で体験していくんです。普段からいつも先生の姿見てるんでしょうね。でも自分もやってみたい。はい、周りに大人がいません。この子供たちだけです。ねえ、みんなで移動するんだけど、列に並ばない?何人の人が
このリーダーについていくんでしょう。この子供たちは2、3歳。わ、こうやって絵描くんだよ。今日はブラシだよ。今日ブラシ使って絵描こうね。今日はスポンジ使って絵描こうね。そうではなく、自分の好きなように絵を描く。自分の好きなようにしたい。この子は自分の指で塗りました。指で塗ったら、指で塗ってることをあんまり意識しないで、形に意識しましたね。イエイ、待ってる時間って楽しいよ。本読んであげるから。自分らしい表現で。右下の写真は子供が集まってきました。自分の好きな場所に座って本を読んでいます。読んであげるから。これも自分らしい表現。はい、僕が欲しい、私が欲しい、よく見られる場面でしょう。大抵の大人はほら貸してあげなさい、取られた子供にほら貸してあげなさい、取った子はですね。それで取られた子には大丈夫よ大丈夫よ、意味のない大丈夫をよく言っています。私はもう35年やってきましたけど、幼児教育、その意味のない大人の言葉が子供たちの耳に入るんです。で、一番論理的な力を作らなければいけない時期に考えがピースダウンになるんですね。私たちだったら湘南インターナショナルスクールで泣いてる子供に気持ちを言葉にしてあげるんです。欲しかったんだねって。そっか、欲しい時はどうしようか。そこまでですね。そこで説教にならないようにするんです。欲しい時ちょうだいちょうだいちょうだいってしつこく言わないことですね。はい、何でもない写真ですが、お茶飲んでいます。二人でこの場所を選んでお茶飲もうって。おいしいね、冷たいね。で、ずっと二人だけの世界の会話が続いています。これドキュメントにするとかなり長いので今日短くします。これもそうですね。環境、あなたのお弁当何と聞く前に、一番この年齢 2,3 歳は自分のお弁当の中に何が入ってるかお話ししたいんです。聞いて聞いて、みーみーみーですね。それを、そのみーみーみーをたくさんその環境の中で出させてあげることが、私たち大人の課題になるのではないでしょうか。はい、このブーツの中に水が入っています。周り大人いませんが、大体はブーツの中に水入ってるよ、風邪ひいちゃうから。ほら、よく見てごらん。見たくない子供が無理やり見せられるんですね。このお子さんがブーツの中に水入ってても自分の足を入れました。それでも足が濡れたことをまだ感じてなかったんです。足をブーツから出した時に初めて言葉を言いました。濡れてるよ、濡れちゃった。ここで最高のチャンスですね。濡れたんだね、どうしようか。濡れたんだね、着替えよう。すぐにまた大人が答えをあげようとします。先ほどもたくさんそういう場面を下のコーヒーハウスで見させてもらいましたが、気になって気になってしょうがなかったんです。どうしようかっていうと、そうです、着替えるって言います。すごい、あなた着替えられるんだっていう、その子供の行動に対して言葉を乗せてあげて勇気づけてあげることです。そうするとその子供は自信持って次のステージにおのずと自分を持っていくのです。はい、泣くことは悪い、でも我々は泣くことも一つの感情だよ、泣きなさい。なかなか大人になると泣けないんですね。小さい時にたくさん泣いた方がいいです。
でも泣いてる時の自分の顔を見て、私たちは鏡を渡します。泣いてる顔が変だよって絶対言いません。笑ってる顔がいいよって言いません。決めつけません。だってチョイスがありますもん。ですから見てごらん。で、これ終わった後にどう？どんな顔してた？好き？ちゃんと返事してくれます。私できたよ。カバン開けられるよ。カバンの中に自分の荷物入れられるよ。もう2歳から。実はもう1歳7ヶ月からできます。出かけるときに自分の小さいカバンの中に自分の持ち物、タオル、水。この子も自分で開けられるよ。こうやって開けるんだよって他の仲間に教えてるんです。時間はかかるでしょう。ここで彼らにやらせてあげることでペースアップになっていくんです。はい。テーブル拭く、まあ私ももう日本に来て長いんですが、うちのマミは日本の方なんですが、よくきれいに拭きなさいと教わってきましたが、このジャパニーズ・チルドレンの素晴らしさ、畳み方ですね。でもその畳み方がいろいろあるんです。さまざまなんです。そこを尊重してあげることがとっても大切ではないかなと私は思っています。その二人は自分たちの畳み方を分かち合っています。瓶の中に匂いがする二人で研究してますね。変だ。なんで匂いが違うんだろう。ここはお寿司屋さんごっこやってたみたいで、砂を使ってやってたみたいで、砂が多分ライスの代わりでしょうか。その砂がどんどんこぼれ始めて、すごいチームワークで、上に書いてありますが、僕バスケット持ってるね、僕上からも冴えるね、このような解決方法をみんなでシェアリングしているんです。このような子どもたちが未来のリーダーにつながってきます。Benefit Japan。 私は教育やって長いんですが、 It was always my goal to guide childrenTo be strong and independent. But I will tell you a story later. And there are children that have achieved, in fact, they exceeded all of my expectations. 今から申し上げたこと、私は体現している子どもたちがいます。彼らとの出会いは2、3歳の頃でした。その彼らが置かれていた環境っていうのは、いつも自分の気持ちと考えを言葉にすること、勇気づけられてきました。小学校上がるまでの積み重ねが、その環境が私を驚かせた印象的な出来事があります。6歳の時でした。私とミーティングしたい、ちょうど小学校が上がる頃でしたが、ミーティングをしたいと個人的に申し込んできました。その時に彼らが言ってくれた言葉は、もっと表現したい、もっと語りたい、もっと自分たち
の考えを伝えたい。だから、ミス・ゲイティ、学校作ってくれませんか?もちろんそれを聞いては、リスクは大きい。学校、小学校。でも同時に彼らの成長の感動と、またこの実践している、実践してきたことの深さを私はすごく感動させられました。感動とともに燃えましたね。And, このような子供たちこそが、この大人が環境を作ることで作り続けることで、彼らの表現、彼らの居場所を作ってあげることで、とっても世界がより建設的で、こう、いい社会に導けるんではないでしょうか。もちろん、大きな世界をつなげていくためには、まず、小さい世界を大切にしていきたいですね。必要な五感について、やっぱり子供たちが生まれた時からも体験していますので、我々大人が、その発達段階を育てている大人が、これを学ぶことで、子供をより理解することにつながるのではないでしょうか。その遊び会話の中に意味のある会話、意味のある遊び、発達に合わせてやることで、その子供たちの意欲と学びに対しての楽しさとかにつながっていきます。もちろん小さい時って会話が少ないんですが、でも、だからこそ、こう関わってる私たち大人が、子供がとっているその行動と表情と、それをもっと子供たちに話しかけたり、確認したりする必要性があるのではないでしょうか。で、最後は基本である私たち、どこで学ぶんでしょう。やっぱり家庭から始まるんではないんですか。で、家庭を支えるのは誰でしょう。私一人の教育者としては、家庭をサポートしていくのは、発達段階を分かっている人たちが一緒になって、チームを作り、教育者、保護者、このチームを作ることで、学ぶことで、最高のチームにできますし、プラス、最高の子どもたちへのギフトにつながるのではないでしょうか。今日はありがとうございました。